突然ですが皆さんはシンデレラというツムのスキルをご存知でしょうか。少しの間違うツム同士をつなげて消せるというスキルなんですけど、本来シンデレラはスキル中にタイムボムというボムを出してスコアやコイン稼ぎをするらしいんですよ。まあ僕はオクスコも万枚も言ったことないんですけどね。まあそんなことはどうでもよくて、今回はそれとは使い方が真逆のタイムボムが出たら即終了という企画をやっていきます。まあ最初は慎重に行きたいですけどね。まあ僕も一応ツムツム実況者なんでね、まああんま日和らず、まあビビらずやっていこうかな。これやばくない？あ、お疲れした。